皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、二の国白き聖杯の女王実況プレイのパート53やっていきたいと思います。と前回と灰の女王レイナスの、父親である、シャザール、杖に宿った魂だったシャザールと、戦って、グラディオンの杖となる杖バルゼノンを入手しました。でその後ちょっとね、あの1回宮殿を出まして、1回記憶のサイトにやってきたんですけれども、はい、この人、この人に来ました。じゃあ、スピリットオークで話を聞きます。久しいな、オリバー。誰ですか？わからぬか？無理もないか？この姿ではな。どういうことや？オリバー、お前を待っていたよ。お前に聞いてもらいたい話がある。はい。この地にあった王国、それは偉大なる王によって統治されていた。王は動物や魔物をも従い、人と平等に扱った。悠久の秩序と平和が訪れたかに見えた。だが万能なる王を挑む輩が現れた。十二の魔獣をつかさどる悪しき者どもだ。奴らの策略により王国に混沌がもたらされ、モーエの大地は破滅へと向かった。しかし私は奴らの名どころか姿さえ思い出すことができない。忘却の術が解けた今もなおそれだけは思い出せないのだ。何が言いたいねん。そんなん俺たちだって知らんで。だが私は確かに記していた。奴らの記憶が人々から消え去ったとしても消せない記憶として、記録として残り続けるように。そう、決して滅びぬ魔法の本、マジックマスターに記したのだ。そして君は見たはずだ、奴らの姿、奴らの所業を。その本のどこかに奴らの衣が記されている。お前ならばそれがわかるはずだ。それこそ私の記憶の鍵だ。さあ私に最後の記憶を取り戻させてくれないか。はい、答えも分かっています。奴らの衣の名前、魔導士の方に入力します。そうだった。魔導士の包囲をまとい、魔獣を司る種も円卓を隠して12の表銀たち。奴らの名はエルダードゥック。そして私は、なんや、思い出したんか。ああ、私は古の時代魔導王様に忠誠を誓ったモーヤの賢者だ。モーヤの賢者様ってことはレイナスのことも。なんだか、レイナス様を知っているのか。レイナス様は遥か昔に、いや確かにレイナス様の魂を感じる。だが、あれから何が起こったというのか。ああ、話したるわ。それはやな。そっか、レイナス様だ。私がゴルネールで見た灰も、闇に落ちた彼女の所業だったのだ。だが、オリバー、魔導王様に杖を託されたお前ならば、本当にレイナス様を救えるのかもしれない。もちろんです。絶対レイナスを救ってみせます。頼もしいな。しかし、魔導王様の託された杖はまだ不完全。なんや、またこのパターンか。大賢者と呼ばれた私ならば、その力を引き出すことなど造作もなきこと。ほんまか。ああ、行くぞ。目覚めよ。王者の杖、バルゼノ。バルゼノのページを手に入れた。この魔法は、杖の。ありがとうございます。勇者の杖がそうであるように、王者の杖もまたし、誠の力を秘めている。お前ならば使いこなせるだろう。王たる者のみに許される強き心の魔法を。はい。でも悪いな、こんな魔法をもろてしまって。いつものことではないか。これまでも多くの魔法を授けてきただろう。なんやって、おい、自分もしかしてミラント。ようやく気づいたか。 あのガキがこんな渋いおっさんやったとは。幾度も言っただろう、大賢者と呼ばれていたと。そうだったんだ。でもミラントは全部思い出せたんだね。あ、手間をかけたな。
だが真実を知ったところで命なき私にはレイナス様を救うことは叶わぬ。ワルスの託されたお前に全てを委ねるしかないのだ。うん、ミラント、僕は絶対レイナスを救い出してみせる。ああ、頼んだぞ心の勇者オリバー。はい、というわけでこれで全て回収完了。バルゼノンがオリバーの最強の攻撃魔法、これをねラスボスに叩き込んでやる。というわけで、前回終了したところまで行きたいと思います。まず回復しようか。それまで片手でいいかな。はい、というわけで隠れ身の霧を使って楽しながらここまで戻ってまいりました。ではこのまま先に進みますこれ楽レベル上げとか今必要ないからね、十分戦える。あ、てかもっちゃん進化させよう。結局もっちゃん以外の名前つけなかったな本当にね、みんな名前つけようかなと思ったんだけど、結局めんどくさくてやめちゃった。じゃ、あれ、あ、もう一度か。あ、そっか、黒城スタードロップがないんだ。どっちにしようかな。星の結晶がなかった、残念。ちょっと動いたなあいつ、今ちょっと動いたな。右のルート行きます。これ楽だから使おう戦闘なくてつまんないかもしれないけど、長くなっちゃうから。よしよしよし、ほい、マジカルエッセンス。次がこっちのルートの、こっちは行き止まりなの分かってるから、ありました、アンロック。すると赤身が竜王の牙。どっちが強いかな。お、火属性耐性が上がる。これはあんま買わねえや。じゃあスピードで。火が強いですから違うな。前も使えるか。じゃあよし、さてと次は西側のルート。よし、マークもついてるし、お全然なんだっけな、こいつエネルギーか。何にもなかった、やばい
やー楽だね。よし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 。リフレッシュエキス。次の階層へ。この辺のロボットも動きそうだな。さて、まもなく最深部でございます。ここまで長いダンジョンではないと思うんでね。最終形態でないにしろ第二形態か。でもそこずドルッチって最終形態だっけか。あ、最終形態だな。ガルチド水になる方向に進化したやつだ。シャインエッジ関係っぽい。じゃあ、よし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 。で、この細っこいところは多分いい。だがすみます。切れる。切れる前。なんだこの丸っこいの。そのさ、細いとこ渡ってる時のこの雫の顔。よし、宝箱が見えたんだね。精霊王の飛躍。よし、回収は全て完了。かな。ちょっとでかいでかいでかい。避けにくい。おっと。さあ、到着しましたよ。最後に回復ポイントあるかな。じゃあラストバトルに行ってみたいと思います。今日の動画は長くなるぞ。ちょうど効果も切れた。行こう。遅いぞ、オリバー。あなたたちが。そう、我々が世界の管理者、エルダー・ドゥークだ。漆黒の魔導士、お前の同一体であったな。奴の絶望を生み出したのはこの不完全な世界だ。だからこそ決断したのだ、この世界をもう一度終わらせる。それともお前はこの二の国が救うべき世界だった。もちろんでしょう。お前は二の国の代弁者として世界の価値を証明できるというのか。さあこちらへ、話を聞いてあげましょう。オリバー、大丈夫。僕は世界を終わらせない。
みんなこの世界で精一杯生きてるんだ。終わらせるなんて絶対にさせない。お前のような子供が何を大海の反逆者シャザールの国した予言の少女いかなるものかと思って人間は素晴らしい生き物だ。シャザールの国した予言の少女我々は世界の管理者だった。我々の決定によって世界は導かれていくんだ。違う、これはあなたの心が作り出した幻だ。え？消えた？見破ったか。オリバー大丈夫？おい、どうなってんだこれ。シャザールの言葉で気づいたんだ。女王は自分の世界ばかり見てるって。つまりあの評議会は灰の女王が作り出した幻。女王の強すぎる魔力が幻を実体化したんだ。いや、ちょっと待てよ。肝心の女王まで消えちまったぜ。女王も幻だったんか。違うよ、本物の女王はいるよ、この奥に。もうほんとね、ラストバトル直前の通路っていう空気はもう漂いまくっております。さあ、この先に灰の女王がおるんやな。ええか、これが最後の戦いになるはずやで。うん、世界は絶対に終わらせない。レイナスは絶対に助けてみせる。行こう。お前たち、ここは女王陛下の間ですぞ。聞いているのですか。無礼であります。おむす、知っているのだろう。彼も言った、私の記憶から生まれし幻。そう、すべては妄想だ。久しぶりだな、ココル。お前もまた私も。レイナス、どうして、どうして世界が終わらないといけないの。完全ではないからだ。人の心は弱い。私もかつて深い絶望に飲み込まれた。だが孤独の果てで私は手に入れた心の強さ、世界を作り変えるための力を。何を言うてんねん、そんなお前勝手すぎるぞ。うん、そうだよ。世界はあなただけのものじゃない。自分の思い通りの世界が作れないからって、そんな理由でみんなを消してしまうなんて許せないよ。ダメだよ、ダメ。黙れ。世界は私が作り変えるのだ。あくまで私に歯向かうのであれば、弱き心のまま苦しみ続けるのだ、永遠に。さて、滅びゆく世界の救世主、頼む角だ。おっと、早い。野生の影。あ、硬い。おう、ビンビン感じるで。巨大な魔力が生み出すとてつもない力を。オリバー、守るか避けるか何とかするんや。なるほど。よし、せいだ。あ、ちょっと待て、なかった。これを取る。よし、極限の力。で、岩投げ。
当たらねえ。間に合った。愛の女王、オリバーでいきます。まずはもう一度かな、ちょっと待って、多分最初ね、初でなんかえぐつないことしてくると思うんだよね。あかんで、なんかめっちゃ嫌な感がするで。オリバー、あの攻撃止められんか。なるほど、こうなったら止められなかった。しかもグラディオ効くな。じゃあバルズの行ってみるか。よいしょ、長い。497。あ、これだったらグラディオンでいいな。くらえ。
HP が足りない。よし。グラディオン。はい。あとちょっと。ビビルラッシュ。グラディオン。行って。よし倒した。